产后极速修身嘅北村景子，联同拍档中村伦也、蛙重洋界、方根京子及导演提幸彦出席新戏宣传。北村景子拍呢部戏嘅时候剪咗个男仔头，长度仲短过男主角中村伦也。景子话同同年纪嘅中村合作就好似遇到同级同学一样咁亲切，两个一聚埋就讲佢哋有几咁仰慕另一位拍档蛙重洋界啊。嗯 ね、見てきた作品とかも一緒だしすごいねそれこそ小塚さんカリスマっていう話をずっと2人でしてて緊張するねって,直接言ってそういう時 <laughs> い,やいやもう本当に私たち世代からしたらもう無視されてんのかと思ってたいやいやもう違うんですみんな緊張しちゃってね2人ともそうなんですかけ 嘅ことは積極的にはできなかったんですね。緊張されてしまってや話,話しかけましたけど、はい、なかなか,なんか自分らしかったかどうか分からないです。話重洋介想当年以半翼美男兼天才演員嘅姿態走紅，喺佢爆紅嘅年代，<music> 北村景子同中村倫也，都仲未出道，但都感受過當年嘅話重旋風。中村視話重為偶像，呢日聽到偶像讚自己，更係開心到飛起添呀。<music> 全てが自分のコントロールの中にあって自分の芝居が、ね、めちゃくちゃ頭いいし今日一緒に、あのー、取材を一緒に受けさせてもらってその言葉の選び方だったりとかそ,の、ね、そういうセンスにしてもすごく本当頭がよくて顔もよくて、あのー、ね面白くてまあそれは惚れるわ女はっていうね。 嬉しい恥ずかしいお前ハートですね今。<laughs> はい。ちょっと今重力軽くなりましたね。なんか今ちょっとちょっと浮いてますね。<laughs> はい。死ぬのかな俺今日。<laughs> 北村景子生完 B B 四個月左右、就已经宣传咗三部新戏。唔止工作量驚人，睇佢身形咁 fit，收身速度都相当驚人啊。